明治ホールディングス明治聖火ファルマ明治聖火ファルマ株式会社は日本の医薬品製造業。明治ホールディングス株式会社の参加企業。東京都中央区京橋に本社を置く。主に医療用薬品のほか動物用医薬品も取り扱うスペシャリティジェネリックファルマである。2011年4月1日、明治グループの事業再編により、 明治成果株式会社から称号を変更して発足。これによって、旧、明治成果が医療用医薬品事業に特化されたことにより、同社が手掛けてきた、菓子、飲料、食品、一般用医薬品事業はグループ会社の明治へ移管され、長年使用してきた、明治成果の野号表記を日本語から、ローマ字、明治成果に変更した。ただし、 後発医薬品のメーカー略号については、明治製菓ファルマとなって、以降に販売開始された商品に対しても、漢字表記の、明治が用いられる。2018年7月に科学及び、血清療法研究所の製品を引き継いだ、明治グループの、ケムバイオロジクスに出資している。かつては、農薬事業を手掛けていたが、 2022年1月4日付で2021年9月に設立した株式会社マグへ農薬事業を承継させた上でマグ全株式は三井科学の子会社である三井科学アグロへ422億円で譲渡された。同時に明治製菓ファルマは農薬事業から撤退した。ありがとうございます。